さあどううなるでしょうか、ね、皆さんね、あのー、各視点やってますんで今日は2000もちろん、ま、毎回2000ですあの各視点やってますのでそれでは能力者の皆様起こしてまいりますお願いしますまずは霊媒師の方から起こしてまいりますさあ霊媒師誰なんでしょうかユーザーさんありがとうございます霊媒師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますおかわりパターンか伊おい<ー>んさん あなたは霊媒師の能力を持ちましたえーなるほどわかりましたおかわり霊媒師でございます頑張ってください、はい、そんなパターンもあんのかパターンってどう <laughs> ランダムで配ってるのパターンってでは続きまして占い師の方を起こしてまいります初手さすが出るかな出ないかなまた出ないかなあいつ <laughs> またかかこいいあいつね潜伏マジ好きなんですよイッタさん 占い師の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。はまたああ。ウだ。サルさん、<laughs> あなたは占い師となりました。はい、<laughs> 大丈夫ですか大丈夫です。<laughs> <laughs> すごい確率だぞ <laughs>、えー。最初の夜時間では人狼ではない方を一人お伝えいたします。ああ、メモるメモる。はい、人狼ではない方は、はい、ケイスケさんです。<laughs> 今回、圭ケースクさん。今回、圭介さん怪しいね、はい。はい、どうも。それでは頑張ってください。今回、ケースクさん怪しいし、はい、もう飲みまくってんじゃねえか、ごめん。<laughs> <laughs> 一人だけだ、一人だけノーガード。圭さんだって、今回は圭介さん。さんそれでは続きまして、ああ騎士の方を起こしてまいります。騎士誰だそれでは、騎士の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。 と言っても、騎士はおりません。いないと。騎士家けこの村には騎士がいないようでした。さあ、これは。では、や、続きは。人狼が。老人の方を起こしてまいります。じん、俺ね、ずっと村人がね、たぶんね、な、七連勝ぐらいしてるんですよ。おそらくですけど。あの人狼が全く勝たない。老人の方はビデオの開始 <laughs> マイクのミュート解除お願いいたします。マジあ、なるほど。 それでは成尾さん、はい、あなたは強靭の能力を持ちましたはい頑張ってくださいはいありがとうございます,ます占い師ももうほぼ欠けてるんで占い師もいないんででは続きまして人狼の方を起こしてまいりますこれはやばいですよ占い師と騎士がおりませんまさかのパラリングーだ人狼の方はビデオの開始マイクのミュー解除お願いいたします誰だカチ君と あっつるやろこれはそれではお二人は人狼となりましたただいまから一分間の作戦会議を開始してくださいどうぞどうしたね。さっきとりあえず占い終盤で出るやったからちょっと今回はやめとこうかなじゃあ俺が占いか霊媒で出るわ 霊媒で1日目出るいや、えっとね、霊媒にスライドしてもいいかなと思ったんだけどね。スライドって何例えば、占いで出ます。出るじゃん。そっから、いや、僕下がります。実は霊媒です。みたいな。おー。っていうのをやろうと思ったんじゃけど、ちょっと、うん、自信なくなってきた。俺、1戦目みんな上手すぎて。<laughs> すごい今、不安ないの。なんか何もしない間に噛まれたもんで。<laughs> うーん、でもそうじゃし、もうなんか、もう、レバーを後ろにしか入れれない状態。うん いいいけけじゃあ、俺、とりあえず裏返り行くわ。オッケー。俺、俺、潜んどくわ。なんだゆうくんに白打ってもいいよ、俺。ああ、まあまあ、そこ任せるけど、じ村ね。村人。君は村ですっていうのをちょっと頭に入れて。村人ムーブね。うん、お願い。じこいつ、初戦、初戦、カメラいんで。それでは、作戦会議が終了となりました。お二人、頑張ってください。かなり強いですね。白学校、かなり強いです。 それでは役職配布終了いたしましたので皆様をお部屋にお乗しいたしますさあどうなるんでしょうか今回のね今回どうなるんでしょうか恐ろしい夜が明け朝がやってまいりましたシュートさんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください2番ビデオが通用しないから難しいんですよ余計むずい3番ドグラさん 4番なるおさん<ら>5番ハンサムさん風景かそのまま6ばんガチくん7番んおスさん変なこと言ってもあいつならビールとかすげらさんよまなきゃいけないんでん逆に難しいんですよねタザンさん以上せ名生存です。

じゃそれさっきのあってる方やから。そうさっきの。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 さっの。さっき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 えさっえの。さっき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 の。 なんか、賭けだかからあんま出なないと賭けがありえるから、とりあえず出て、なんか2人になる確率高いんじゃないかなと思って出てみたら、普通に2人出てきたんですぐやめました。ああ、まあ、確かに、この件で占い賭けてなさそうやもんね。そうそう、普通にどっちか多分本物だと思うんで、うん。っていう。なるほどね。そう。あと、ートダッシュ切っちゃえば、なんか行こうかなと思ったら、全員ートダッシュってきたんで。はい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 。もう、折笠さんがちめっちゃ元気。めっちゃ元気。じゃあ、折笠さんの、その、ケースさんしろって、その、さっきさ、 やりすぎっすよね。まず折笠さん疑われるし、これ、これ本場やったら、本まやったらルーレット疑うし。確率的にちょっと怪しい。メンタが損する、あれ、今回はやったるぞ感は感じましたけど。はい。じゃあ、占い以外からいきますか。 うん、まあこ今回こそは今回こそは、ねまあ、か俺もうここで俺なんかその白い要素をなんつうんだろう主張し方が分からないんだよなとりあえず多分頑張ればいいんですよね、うん、なんかあれでも頑張るいやえっと<さ>ああ,あい,やい,いそうことどういうそう。いやあの市民はやっぱその推理っていうか考えてる 人は市民やと思うだね。そうだね。裏利用ね、要はね。あと盤面を見てるかどうかっていうのさっきみたいになんか、折り笠さんとあれりらつながってるみたいな。狼探してる人はかなり市民っぽいなって思う。てか、城側やなって思う。はいはいはい。いいこと言うね。まあ、これもう言うことは。無理やり言うんだったら、だから、ぐらさんめっちゃ親切にしてるから、まあそこが怪しいかな土さん、あまあまあ、それでもいい。それどね雑な感じでやるしかない。雑な感じで。これ多分、人狼っすね、これ。 殴んないとその何も出てこないから。そうですね。そうそう。プさんと。プゲラさんどうも。キュート人狼やな、お前。めっちゃ優しい、プゲラさん。優しすぎるんだな、他の人に。ちょっと大体人狼だから、そういう人。優しい人は。プゲラさんどういや。なんかあんまりそうませそうよね。そうよね。逆に。このこの場合って村の中から。その ああなんか大体そうなの、ね。いやまあだってさっきうん、うん、あのさっき超適当に占らない仕方法つったら大変なことになったから。まあ、<laughs> さすがにさすがに慎重、まあ、<laughs> に。そうだね。ちょっと板静かじゃない？いやいやいや俺だって白もらってるし言うたら。 まあ、そうですね。まあ、白もらってるから、まあ、別に。他の人、喋ってるから、俺。一応、一応、さっき白もらっても強靭っていうのがあったんで。あ、もちろん、そうだよ。いっそ、それは一応ね、頭上。まあ、けど、現時点では、ただのパンピーより1ステージ上やから。まあ、そうそうだから、残り5人、何もない5人が今、フォーカスされてるからっていうのが、え、マジであるうけで。え、てか、例外は出ないのそれポイントあるス。で、ゃ出ちゃってもいいと思いますけどね。疑われてから、グレーを狭めるんだったら、 でもめんどくさいから先に出た方がいいと思いますでは私出させていただきますお。あれ？他いないですかはい決定それでは話し合いが終了となります皆さはマイクのミュートマイクのミュートお願いいたしますマイクのミュートお願いいたしますそれでは投票の時間となりました本日は一番シュートさんからの質疑応答ですではシュートさんどなたに質問されますか出られた出ないとおすさんで いや,決なね、いや、霊媒が二人出たら無視でいいと思うんですよ。何ですか 1>, ?1 人出たらあいや全然あると思いまう。全然あると思う。そう怖いな、この人。おかしくね今の決定は。あ、でそうそうそう。そこを褒めたくて、うん、なんか、この格芸の人狼、人狼のサイドにとってあんま人疑ってない気して、うん、逆に村人側の人、すごい人狼いっぱい探そうとする人が多いと思うんですよ。うん、で、今、大津さん、俺も言ったし、残疑者にも近かったから。うん 一応今、俺の中で最白が大須さんですね。なんで上から別にね、てめえ。あの、買ってあげてる。なかなかやる気ね。なかなかやるね。買ってもらえてるんだ。なかなかやるね。ありがとうございます。そう、まあ、はい。一応まあ、二人出てるでしょでも君一応降りたじゃん、さっき。はい。あ、だからその、人狼で釣られるの嫌で、降りたも全然ありますね。ああ。全然、全然ある。これ、シュート怪しいはあるのかな 全然ありません、ね、シュート怪しいあるかどうかはあなたが決めることなんで今ので点数下がりましたあ、なるほどすみませんでした <laughs> いやでもすごい一番一生懸命探してる気したんで俺あえてそれでいたざにここ話しかけたんか、うん、いいですねそれではシュートさんどなたに投票されますかコースうーんプ,プゲあー、やばいぞプゲ さあ、やばいぞ、ガチ君がしろ、ほ行かなかったから。2番、ケイスケさん、どなたに質問されますかハンサムさん。おいしそう。審議を見に行きましたよ。どうぞ、じっくりと。<laughs> いや、確率的にちょっとおかしいかなっていう。いや、だから、やつでしょ。うん、魚類でしょ、魚類が。魚類がちょっとルーレット回した感じだ。うん だハンサムさんが白かどうかをちょっと、うん、本当に初日でちょっと見極めたいんですけど死ぬほどスキャンしてくださいだもうだ初日だからなちょっと分かりにくいなやっぱだからいない可能性もあるからないないまあまああるのかうんだ,だからもうほんとね初日が、うん、あのなんだその人が 役職がいない可能性があることによって、余計分かりづらくはなったんですけど、結果、これがそのルールの妙味なんでしょうけど、うん、俺はまあ、もう何も言えないですけど、じっくり見てください、今後もね。じっくちょっと、未来もう今、一番見てますからね、ハンサムさん。ありがとうそれでは、い圭佑さん、どなたに投票されますか投票、投票、投票。投票何の時間だだったんだ適当にばらします。 じゃあ大スさんに1票目が入りますでは続きまして3番グラさんどなたに質問されますかでも白ですケースクさんは白ですシュートの意見は無視だったとじゃあプリエはい一1票入ってるし,し白いですね、はい、あの本当にまあグレーの中からって感じだと思うからうん,うーんまあ全員に、うん 話しかけ、まあ、全員の話をある程度聞きたいなぐらいなんやけど、いや、なぶっちゃけ正直本当に何も分かんないね。うんうん、あの今、織勝さんと常が占いで出てて、うんで、シュートが最初に占いで出ようとした。あそうで、下がったみたいな感じですよね。そうめっちゃ強この3人、ローラーするっていうのはだめなんですか いや占い師はやっぱ残しといた方が絶対情報落ちやすいから、うん、まあ、だっさっき大津さんも言ってたけど、だからシュート降りたからって市民って決めつけはまあ、うん、くないぐらいで、うんでまあ、だから、うん、圭佑、ガチ君、ハンサム、板山、成尾の5人以外の4人から、まあ、投票かなっていう感じだとは思う。誰って言いました それでは、野<き>倉さん、すすどなたに投票されますか <laughs> うーん。<laughs> いや、じゃあ,、まあ、チラシでシュートで。シュートさんに1票目が入ります。では、続きまして、4番、なるおさん、どなたに質問されますかじゃあ、ハンサムさんで。はい。はい,い。いや、なんか、まあ、別に、 ハンサムさんもガチくんのもどっちでもよかったんですけど、うん、なんか。前よく聞いたの、なんか次の占い先を言った方がいいらしいんですよ。おはおはなるほど、ね。って言っといた方が、なんか、<え>ま理屈ちょっと忘れちゃいましたけど。うん、はいはいはい。あ、まあ、なんか、なんか、まあ、ちょっと。と難しい理屈が。聞く前に。それ最後。なぜ、えっ、ー、と、霊媒を、あの、告白するのを送らしたんですか。はい、なぜ。なぜ、いや、なんか潜伏した方が強そうだなっていう感はあったんですよね。最後、はいはい,はい、はい、んか。 大体死ぬんんですよ霊媒師ってなか俺せっかくなんで1回ぐらいはやりたいんですよ白か黒か確 <laughs> かに潜伏のタイミングではありましたそうそっちの方が多分村的にもいいし自分的にもいいんですよ、うんまあ、気持ちいいじゃないですかうわー役職使ったなーーみたいなさっき村人だったんで僕まあもうほんとそれだけですね 僕でもいいですよ、別に全然だからそう。そうなると思います。それで、だからそうする上で、はい、で、次そうするガチが聞けた側だから合わせてくる可能性全部ある上で、はい、えトリタザンさんに話しかけてえ、まあそこらフェイクでもいいですよ。それでは、ナルオさん、どなたに投票されますか、はい、じゃあ、チラしときますか。ドグラーさんで。ドグラーさんに1票目が入ります。続きまして、5番、ハンサムさん、どなたに質問されますか、うん、でもさんに入ってます

ととかかか言言っっいいてこうわななたじゃでですあのタイミング票やっぱこうしね苦労を探したい人は怪しいよみたいな。やっぱ自分のことすごいなるを考えてたってうがあってでギリギリで霊媒師って言ったっていうのがありました。いずれですよまあ。俺それで俺タイムアップギリギリでばっていうのはやっぱちょっと違うなっていうところで俺もう9番目なんで今ここで言います。で俺は成尾と真っ向勝負したいです。 一つ情報をいただきました。ありがとうございます。はい、というわけで、えー、私もそうですね。えー、それでは、はハンサムさん、はい、どなたに投票されますか知らす意味、これ、そうか、例文入れるわけもないし、先ってのもおかしいしな。あああまあ、ああでもそれは、どうなんだ<あ>これ、えー、ちょっと待って。あああこういう、 <laughs> そっか、考えたこと。ごめんなさい。えっ、ー、と、じゃあ、あ<ー>えっと、白先に入れるわけにはいないし、<ー>また、占いをまたなんか、あれなんで、えっ、ー、と、これ、疑いになるのか。い,いや、えっ、ー、と、ガチ君で。はい、ガチ君で。ガチんに1票目が入ります。<laughs> では、続きまして、6番、ガチ君、どなたに質問されますかイイま、えー、シュートえ待ってました。<ー>はい。すごいな。はい。 えー、まあ、とりあえず、霊媒、今、残ギさんが出てきて、はい。になったけど、はい、それでも今ど、今日はもうグレーから行くそれとも霊媒ローラー霊媒ローラーでいいとは思うんすけど、うん。 で加えると、なんかさっきザンギさんが大んに疑われたときに、うん、え俺白もらっとるからみたいな感じで言ったんですけど、白もらっとるからって、なんかそのあぐらをかく姿勢はちょっと気に食わないなと思ってたんですよ。<laughs> なるほどね。<の>うん、イメージ悪かった。そう、何をサボっとんじゃんって思って、うん、本当は痛たかったんですけどそう、白出てるから入れられなくて、うん、そしたらザンギさんが霊媒で出てきたんで、うんうん、ザンギさんに入れたいんですけど、うん、ザンギさん、さっきも初日噛まれたんで、 ここは忖度が発動する場合ではあるよね。<laughs> あちょっとザンギさんにはもっと楽しほしいっていう気持ちもあるんですけど、<laughs> アグラカイトルスはちょっと、優さだかったですね。ち<の>、うん、なみに、シュート、次誰を占ってほしいあ、まあ、折リさんの占ったところでもいいんじゃないですかマケイスケさん。あ<ー>本当に自分が疑うわしい人がいるんだったらそっちがいいと思うんですけど、基本は折リさんが占ったところでいいと思いますよ。わ、はい、かった。まあ、ちょっと参考にしてみます。いは,いはい。それでは、ガチ君、どなたに投票されますかあと、ハンサムをクゲラ飛んでくるな。 うんじゃなるおさん。なるおさんに1票目が入ります。では続きまして、7番、大津さん。どなたに質問されますか,っさんこ,っかこっからですよ。大津さん、こっからです。はい。今のおめえの特技聞かせてくれよ。なんだっけなるおが黒いね。メンタル、メンタルなんとか。なるおが黒い。黒い。え、その心はわ、うん、かんない いつもなろうん、まあ、ナローが真面目な発言してるときは黒いと基本的に言ってほしですけど。うん。うん、なんかふわふわしてるやん。なろうふわふわしてるとか、不真面目なときってさ、結構本当じゃん。いや、不真面目なときって黒いんだよ。あの、しあの村側のときの方が、なんか真面目に推理しようとしてるし、うん、結構あの分かんなくても考えようとするんだよ。 もなるほど、ちょっと今回、ニヤニヤが多いんで。実は当たってるんだよね。<laughs> なんかんの時逆に白いってイメージあったけどな、うん、いや、メンタリズム的には逆です。えじゃあ、熊田どうですか熊田。熊田は、だから、かその対抗って考えると、伊田さんの方です。白なのかなまあ、それはそうか。<laughs> うん。ああ。オスそれでは、オスさん、どなたに投票されますか、うん 恋愛ローラーは手堅いもんなちょっと何でいいですかどうぞさあ散らすかこれ熊田が唯一まだゼロだよないやこれ恋愛俺がもしこれ散らしたらあと2人かあじゃああのえー あやこれどこだなーこれ入れたらこれ怪しいよないや怪しくねーよチラシーズシなら板橋さんにいいですねいいですね <laughs> それではれで板橋さんに1票目が入ります <laughs> これで,ローンす、ね、で続きまして8番プゲラさんどなたに質問されますか板橋さんに入れればプゲラが、まあ、なるほどに決めてもいいですけどね はい、はい、ありがとう。なるおさんで。あるがいす。いい意見ですね、これ。えっと、ザンギさんに対抗を出られて。はい,はい。結構一方的に殴られてたから、ちょっとなんか。いや、そう思って。うん、赤倉ありがとう。いや、俺そもそも思うんですけど。確かに出なきゃ、まあ、出んの怪しいんですけど。伊藤さんが、いや、あのタイミングで出るのはおかしいって言ってたけど。伊藤さん九番じゃないですか。<laughs> 質問されなかったら番まで言えでされない可能性はありますよね。そうそうそう。で、それはさすがにおかしいと思うんですよね。おかしいですね。だって、質問されなかったら9番目にもう4票ぐらい入ってるのに、いやー、俺実はレーバーだ、ごめーんっていうパターンもあるわけじゃないですか。そうだね。まあでも、ザンギさんにそこの時点で4票とか入ってる可能性は相当低いと思いますし。まあまあないけど、まあ仮に仮に仮にい。言えない可能性もあるじゃん。 俺も質問いつくるかわかんないから、言っとかないと多分まずいんかなっていう、まあ、それの方がまあ、白って言えるしなっていう。ただ、死にやすいんですよ、霊媒ってめっちゃ。まあ、そうっすね。そう、だから言いたくねえけど、まあ、言った方がまあ、ヒョンかなっていうだけ。うん、<laughs> それでは、ウ <A> ゲラさん、どなたに投票されますかいや、よかったなるほど。<laughs> うーん。らしで、ケースケさん。え 啓介さんに一票目が入ります。お前死ぬかされそうなんだ。続きまして九番伊藤さん、どなたに質問されますか。ええー。これこれは白い。これは白い。これは白い。王さん。これは白いね。まさか全員ちらついしやばくない？えっとね、ちょっとね、俺あのち,ちょっとこ<れ>途中で盤面を、うん、あのね。 あのこうぶん投げた形だったから、まあ、ちょっと盤面整理するんだけど、うん、まず大須さんはさっきあの投票のタイミングで結構殺意を消したあのねこう誰かに重ねれば結構有効なところだったのにもかかわらず殺意を消したところがすごい白かったです、うん、なんで今大津さんに話しかけて、うんはい、大須さんは結構白いかなって俺思ってて、うん、でその、うん、白さを出すためにあのリーサル決めようとしなかったって感じのはいでえっ、ー、と 成尾を俺は止めるために、えー、と途中から出て、うん、で俺はもう霊媒師ローラー上等ぐらいの感じで。うん、なるとね 死ねれば俺も満足俺出てきたって感じで俺ここナルオ行くけど2日目ローラーされちゃったらまあそれはそれでしょうがないなと思うただ他にも黒い人がいたら他に他の人行ってあとから自分行ってもらってもいいなって思うぐらいとりあえずローラー上等ってことを伝えたいね今回そうそうそれで俺はローラー上等出てきたってことをちょっと皆さんにも言いたかったただだが他の人けないんですよそれでは板山さんどなたに投票されますかなるをでナルオさんに2票目が入ります 投票の結果いしょいいいたしますはやまあローラー上等っすけどなんか俺前なんかで聞いたなんかでローラー発想は良くないみたいな死にゆく考えは良くないなって思うな <laughs> みたいなことを言われてそれが合ってんのかどうかは知らないけどまあとりあえず死なない方がいいじゃないですか役職ある人の方が。 そうだ,ね、だから、まあ俺はあんまりローラー良くないと思うけど、まあ、石俺も板澤さんと抱きながら死ねるんだったら本望なんで、次は板澤さんをこう抱いていただきたいなとは思いますね。まあでも、どっちがムラリヒョンなのか分かんないですけど、まあ、任せますけどね、ただ俺的には板澤さんは絶対、強人以上だと思います。人狼かかかどどうかは分かんないいいいですけどいいねうまいね なるおうまくなっていいねいいねなるおそれではナルなるおさんはマイクのミュートビデオの停止を押してくださいさん全部わかっ、ね、なるおさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります正論した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませこれはローラー止まらんだろうね、うん、さあどうなるか どうなるかって感じですね。どうなるか。まあ、ローラーは止まんないでしょうから、まあ、大丈夫だと思います。ただね、それでは、能力者の皆様を起こしてまいります。シュートかなシュート一番噛みたいか。霊媒師の方から起こしてまいります。本当はシュート噛むとあのグレース。 狭まっちゃうから嫌なんですけど、本当は白さイバイシの方、ビデオの開始 <laughs> マイクのミュート解除、お願いいたしますケイスキさんかはいそれでは板田さ,さん、本日処刑されたナ尾さんの正体をお伝えいたしますはいナルさんの正体は人狼ではありませんでしたああ、そうなんだ、なるほどわかりましたそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします,す、ね、それでは騎士の時間を少し置きます で、騎士がいないので、白先通りますので、白先をちょうど怖がらずにガンガンいってほしいですね。例外はローラーできるんで、で板さんに,手,に手をかけずに、それでは続きまして、感感感占い師の方を起こしてまいります。まあ、グレー感でもいいですけどね。あの、グレー感で黒っていうのは、占い師の方、いいね、ビデオの開始マイクのミュート解除、お願いいたします。それでは、ハンサムさん。 本日、どなたの正体を確認なさいますか三周しましたがあの、えー、後半話した2人は<っ>、えー、プグエーラー、えー、オースですね、あらへんはもうそのま即しろっぽかったんですね、行かないっていう、決めないっていうところ、そして <laughs>、えー、残ったところで占い先っていうのが、板算を占って確定させるか。 えー、シュート、どぐらの怪しいところ一っなんですけれども、リタザウラっても、もう強靭の可能性があるんで、で、俺の中の直感的にはシュート怪しいと思ったんで、シュートにいきます。おー、いいね。それでは本日、シュートさんの正体をお伝えいたしまたあしまいと思いました それではビデオの開始マイクの見方お願いいたします,いいいゃすちゃんと考えてますよ結果で、ね、いいとこ行きましたねシュート怪しかったもんね出てきたしねシュート出てきたし一回それでは皆様はお部屋に戻しあっ、ね、人,しし人狼の方おこしてままいりますもしシュートが黒だったらもう終わりですからね盤面詰まってますから折りかさかすると人狼の方ビデオの開始白だったかってことは霊媒師の結果で黒って出ればおいしい霊媒ローラーすれば終わるんでね それでは1分間の作戦会議スタートしてください。どうぞ。どうしよう誰殺すえっと、ザンギさん取っといても次やれよね。基本的には釣る方向やねそ、うん。そう。であれば、えっ、ー、とー、まあ、シュート、ケイスケさん、ドグラさん、大津さん。やね。岸がいたらさ、うん、守るのって占いかな。いや、ザンギさんじゃないとりあえず。真かどうかわからんけわからんけど、一応一人で守り先 はかわかりやすく。まあ、スケさんか白先ですね。まあ、一番白っぽいのはおっさんなんよね。たぶん。まあ、でも圭佑さん。いや、どぐらさんグラさん行って、どぐらさん占ったっておりようかなと思ったんよ。ああ、その、噛まれた人占える。いいよね。 そうそう、俺は占いじゃっけで人、人狼はここに寄ってっていうやろうかなと思ったんだけど。あ、それでいいんじゃねじゃあじゃあ、ドグラさん行くわ。あ,あ,あ、いいね。それで白結果無駄になってるんで、いいですね。それでは、本日の攻撃先を教えてください。<laughs> ドグラさんでお願いします。では、本日、ドグラさん襲撃は、ケイスクさんを占いって言われたんですけど、それではビ,ナス、えー、ビデオの停止マイクのミュートを,<れ>をお願いいたします。ドグラさんにした理由が必要ですよね。シュートから言われたことと違うことをやってるんで、そこが必要です。 ここまさかおみこなんかいや違う俺ね,ねそれでは皆様お部屋にお戻しいたしますタンが絡むタンが出ればせ止まるんですけどタンがなかなか出ないんでもうちょっと溜まったらタンがね恐ろしい夜明け朝がやってまいりました1番一番シュートさんからビデオの開始のみをして戻ってきてくださいわけのわからなところにあるん 2> 2番ケイスケさん三番ドグラさん五番ハンサムさん水分通っていいんだ 六番ガチくんと七番オオスさん、そう乾燥のあ八番水入れるのそうさ、しまったそうだ。九番イダザンさん、保湿器。本日無残な死体となって発見されていた方は、ほ保湿器。ドグラさんです。ドグラさんはビデオの停止を押してください。<laughs> 保湿。 それでは肌関係につなげるな。まずはマイクのミュート解除。マイクのミュート解除お願いいたします。肌の関係につなげるな二日目の話し合いを四分間で開始してください。どうぞ。浦川。はい。浦内浦内さんでか。ら行く。はい。はい。います。えっとあじゃ僕から言っていいですか。はい。小倉さんでした。小倉さんシロです。小倉さん。はい。えじゃあ俺のあのシュートくんシロです。シュートシロ。はい。あいいですか俺。 えっと、はい。え、ナルオはでした。なんで、ナルオは強人です。ナルオは人です。え、で、折リさんとガチ君、どっちかが人道。まあ、そういうことになりますね。ナルオさんは人ってでも、え、ザンギさん強人じゃないですか。僕目線がそうなるんですけど。だから、あり得る、あり得る。え、あり得る可能性あるかもしれないけど、ナルオはマジでクソザコだったかね、ちなみに。ナルオさん死んで、ザンギさん強人やナルオさんかったけどな。そこアピール。 うんそれで、一応、盤面としては、占い師もかけてません、霊媒師もかけてません、線で、教人がなるわけでで、棋士がかけてるかもしれないっていう、そういう。いいね。伊沢さん、見えてる、いいね。っていう場面。これ、棋士、c e ありじゃないですか、そしたら。これ、わかんないけど。そ棋士が使用できるんだったら、いや、一日早いかな。いや、どの おっも白先じゃなかったりし。どっちでも。始める可能性でも釣られることはないんで、キシが今。うん、白先じゃなかったり。俺はだから、もうガチ君が言わない方がいいいや、それは違うかもしれません。言った方がいいですかいやいや、言わんでいいんじゃないだって俺も言わない方がいいと思います。ねザンギさん、今日ローラーもしするんだ。でも俺、強人だって、俺、ザンギさん、白出してますけど。たら逆にバレちゃうよな そう、噛まれるだけなんで、かまれなかったら、そういう提案をしてきた人、どう思います俺、俺もない。いやいや、ザンギさんが今、棋士出たらって言いますんでしたっけいやいや、棋士の話が出たから、出てもいいんじゃないって。ああ、なるほど。これ、あと、勝手なもの言いなんだけれども、さっきの1回戦目の後半2人、つまり、大津さんとプゲラ君の白さが光ってたのね。 で、ケイスケさんはもろ、もろ白だし、で、先ほどシュート君も白だったと。で、この中に強人が紛れている可能性はもちろんあるとした上で、えー、っと、ガチ君はもちろん俺から見たら完全に黒だから、うん、俺はその、そうすると板タさんも黒く見なければならない状況になってるわけですよ。それか、その今言った4人の中に黒が入っていると、うん、いう形で、えー、っと、俺から見たらそういうふうに見てる。うん、4人の中に入ってるんですよ。<初>ケイスケのシュート入ってねえだまあ、どっちもいいっちゃうどっちもいいですけどね、<も><当>ザンギさんは。 もう少し言うと、俺、おばちゃん、あの、ちゃんと盤面整理してくれたから、白いかなと思ってるね。そんな整理したけど、なるを、なるを。ま、うん、つっかかりはステキなチャンスなんで。うん、<laughs> うん。で、今どう思います、おっさん。う整理とまで言ったねいけど、確かに、ま、あ一応投げかけた。うん、頑張ってる姿勢はすごいよりもあった気しますね。うん,ねうん。まあ、俺の仕事ですから、それが。うん。今、今、今、どう見 <laughs> てます、ケスケさん。いや、あの、今、 ハンサムさんがすげえ白く見えるんで、いや、なんか発言いい感じですよね、今日は。いや、でも一応、ハンサムさんの言い分は僕にもできますよ、だって。じゃあ、ちょっと言ってほしかったかもしれないですね、そしたら。はい、まあまあ、それは言ってほしいというか、今、そのハンサムさんが言ったことをそのまま俺言うことになるんじゃけど、俺が真で、ハンサムさんが強人以上。まあでも俺はもう黒なんよ。俺目線はザンギさんが強人で、ナルオさんが真ガチ君、ガチ君、俺が強人だったら、ハンサムさん強人以上って言い方おかしくない黒じゃない

これから死ぬ人の頑張りじゃないですよね、ザンさん。見せたら終わるよ。ザンキ頑張ってる。狂人もないと思いますさ。人狼かホモノだと思いますさ。狂人の頑張りじゃないですね。ちょっと待ってください。俺さっき言った四人組が、俺かなり白く見それでは、話し合いが終了となりました。皆様、マイクのミュート、マイクのミュートお願いいたします。あれ、ガツ君んから、あれそれでは、本日襲撃されていたドグラさんを、ガチくん笑ってるね。 5番ハンサムさんからの質疑応答です。君あれだ、ね、では、ハンサムさん、ね、どなたに質問されますかここは、シュートくで、新城のシュート君で、整理してくれるであろうシュートえっが、<laughs> と今、俺が言った理屈っていうのは、はいお、お分かりいただけたと思うので、ああもちろんはい、えー、だから、えー、そちら側の4人って言うけど、まあ、今、何もない人ですね。はい、俺、めちゃめちゃ白く見てるだよ。 で、もちろん、俺から見たら、合君は真っ黒だし、で、板田さんははっきり言って分かんない。で、俺ら4人の中に1人はいるはずですね、人狼、サイドの人は。えっと、きょうん。占いと霊媒師に1人ずつ出てるんで、あと1人残ってます、ね。成尾んが何だったかって何だったと思う本当に絶対黒側だったのか、それともっていうところでも。まあでも、釣っちゃったんで、もう成尾さんは。それより、やっぱ今はザンギさん釣るかどうかだと思いますね。うん ザンギーさんをつないで、もう違うところに名をかけるも全然あれだと思うんで、セオリックに行くんだったら、ザンギーさんだと思いますね。まあ、大体って言ってたんだね、本人がね。あ<ー>そこは全然買っていいと思うし、そしたら俺はだからその後ローラーしてもらったローラーしてもらう側なのかもしれないとすら思ってるという。次はもう次で終わりですね。次の日に占い師どっちかみんなで多分決めつける時ですね。うんうん、はいはいはい。わかりました。それではハンサムさん、どなたに投票されますかは本人もあのお認め ラッシュタンで残りを作りました、あのザンギさんではいザンギ頑張ったらザンギさんに1票目が入ります届かずザンギ頑張ったのら届かず強く主張できないんでね、自分が黒くなっちゃうからねはいこれローナってもうしますかもういやした方がいいいいんじゃないの僕目線の話になるんですけど、結局もザンギさんは狂人で、オリカさんが黒で えーとシューと、えー、ケースケさん、うん、えー、大津さんゆうく君の中に黒が一人おるんですよ僕の目線だと。うん。なんでもうちょっとここで強靭するよりなんか黒に手をかける方がいいんかなと思ったんですけど、まあ、そこの精査でも難しいか。まだちょっと難しそうだよねだから可能性がね伊田さんが成オがもし白で。 はい、板山が黒だった場合は、あまあまあまあ、そうですね。そやっぱり怖いから、うん、板山は切った方がいいのかなとは思うけど。はいはいはい。じゃあ、ザンギさんを切って、うん、切るというか、今日釣って、明日ですよね。明日をどうするかなんで、僕はじゃあ、うん、占わいドラム大須さんか優んのどっちかか,か。それでは、ガチ君、どなたに投票されますかザンギさんでお願いします。 板山さんに2票目が入ります。ラがないね、では続きまして、7番、大須さん。これなどなたに質問されますかなんか押されてるよね。じゃあ3からの集め。発言はい。プゲニー起死しようとかないっすよね。ないっす。俺もないんすよ。うん、あんまりプゲニー発言ないから、なんか今プゲニーからどう見てれるとかありますえっと、その、霊媒ローラーでザンギさんを釣る。ううん 流れがある。そがかなりいいでけど、なんかそれにこうでからの占いローラーってことですよね。いや占いやローラーではない。なのかな。間に合わない。ただあの残喜さんが白だった場合、狼が噛むのってどの道残喜さんじゃないんですか。<laughs> だから占いじゃない？占い二人いるからプゲニード橋君が。あまあ騎士守る方があるから。かど、ね であればどの道他に手を先にかけるより、うん、占らない、うらないじゃない、レイバイローラーした方が早いかなと思うんで、うん、ああなるほどそれでは大須さんどなたに投票されますかここで残り入れればちょっとまだ

占い師に入れてるガツ君んに1票目が入ります,りますでは続きまして八番 <laughs> プゲラさんどなたに質問されますかでもこんだけむちゃくちゃ変な投票してるからむちゃくちゃ白くなってるよねえーっと残遺産で待ってましたまああのなんか られる可能性が一応だから鳴尾抱いて落ちる分には俺はもう覚悟してるから、うん、まあまあ村がその方向だったらしょうがないなと思うんだけど今俺一個気になってるのがガチ君がちょっと板橋をちょっと疑ってるっていうのがあってだってガチ君俺に白出ししといて「強靭強靭って言ってくるんだそれなんでだろうと思って別にだって成尾が俺はねあの裏あの霊媒で白だったと。 なるほどょうだって言ってんだけど、別にそ,その線も追ってくれていいのになんかガチ君、結構俺を俺が強人だっていうのをなんかこう前提で話をしようとしてるっていうのが、うん、俺はちょっと浮いて見えたから、ちょっとそれをね、今ちょっと置いとこうかなって。まあ、っなるオさん、霊媒で最後に出てたなるオさんをなんだろう、白出しされた後にあのに、この質疑のた時に、なんだろう。 後出しで太鼓で出たから、なんか強人っていうのも分からんくはないんですけど、雰囲気 <laughs> それではまあ、まあ、プゲラさん、どなたに投票されますか <laughs> ザンギさんって。 板山さんに三票目が入ります。では続きまして九番板山さんどなたに質問されますか。ガチ君で。頑張ってますね。はい。演技します。ガチ君ちょっと板橋が怪しい。今そうあの残喜さんに言われて俺もハッとしたんですけど。ナルオさん強人っていうのも確かにあるんですよね。うん。今日はすみませんそこは見落としてました。なんかもうすげえあの残喜さんをもう白で僕はあの坂根さんに教えてもらったんで白以上はないじゃないですか。 白以上はない黒は絶対ないじゃはいはいはい白以上っていうかその強靭以上はなないんていうかそういうなんでなんかすごいそこにとらわれすぎとってあのロックしてましたごめんなさいは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 いケーですじゃあちゃんと成尾は強靭の可能性も全然あるよあありますっていうのは一応はい持っときますオッケーでえっと大津さんと大輔さんとシュートは俺まだなんかちょっと村を ててるなっていう印象で、やっぱプゲちゃんかなりサイレントなイメージ。じゃあ、潜伏へとの黒の人がいるから、俺はちょっとプゲちゃんが今んとこさんいいぞ隠れようとしてるのかなっていうふうに見てるね。わー、ダーあそれはそんな占いあるんで、今日、占れますわああ、じゃあ、ね、ちょっと狙ってくれる。はい、わかりました。それでは、板山さん、どなたにいいね投票されますかプゲだな。考えてなかったな。え、プゲだろ フギ行ことないから。超フギちゃんで。そうだね。フギラさんに一票目が入ります。いいね今日。そしていいね。さん。どなたに投票されますか。熊田対官いいね。まあ、一瞬武田テツヤになったけどね。熊田ですいや本当はね残業さん行き,行きたくないんですけど。そうよね言ってくれてたんで。よく考えるとねののやっぱ強人が。うん 強、まあ、人だったらローラーされに出てくるあると思うんですけど、うんん強人の頑張りじゃない気してるんで、あるならやっぱ人狼か本物ってなるんですけど、人狼だったらあそこで出てこないと思うんですよね。だってもうローラーされちゃうから。そうはね、うんうん。だからな、本物なんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、うんまあ、このゲーム壊すのもあれなんで、申し訳ないですけどはい、はい。はいはい、全然、それは全然 OK です。その状況を、ね、まあ、その気持ちだけで俺も気持ちよく死んでいける。<laughs> うん、いや じゃあ、あと、あと、頑張ります。何も話すことないみたいな話すことないんだよ。もうちょっとなんか。え、だから、プゲちゃんどうプケちゃんどう見えるいや、プゲちゃんより、次のターンの占いミスったら多分ほぼほぼ負けなんで、そっちも大事なんですよね。で、今のところ、そうだけど、戦闘が分かってんだったら、俺、攻めてもいいと思ってるよ。だって、次のターンでさ、白黒出てくるわけだからさ。でも、戦闘が分かったら、多分、占いも黒白黒つくんで、多分占いからいった方が、まず1どなそれでは、されますか ああごめん、残疑さんで。伊タさんに4票目が入ります。<laughs> では続きまして2番、ケいスケさん、どなたに質問されますか押す。ケいスケさんが俺に話し掛けてくるとき、俺をはめようとしてくるとき <laughs> いやけいいや <laughs> あのー、伊タ山に投票するのはもう決まりなんだけど、んね、ガチ君がさ、俺にあのー、相談してきたじゃん。不い議だね。 メンタリズム以外のことを俺に相談する意味があるのかっていうので、うん、ガチ君ちょっと俺囲いに来てんのかなっていういやケスケさんが順の時に俺に話しかけるそう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 だから俺がハンサムさんの対抗でガチ君黒いっていう言葉を出したから、うんうん、あイ圭ケ,ケさんにちょっとターゲットされてるなっていうところで俺に話しかけてちょっと白い印象を与えようとしてんのかなっていう、うんうん、あしかもメンタリズム以外のことでね そうそうそう。だって俺に聞いたってわかんねん。<laughs> 確かに、メンタリズム聞くんだったら、<laughs> それ以外はね、推理はねそう。そう、だからそこを俺に聞きに来るってのは何か意図があるのかあと格闘ゲームー人狼的には、そのケ介さんにそれ以外のことを聞くのはリーじゃないね、うん、そう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 。うんまあ、だから、ガチくんのが怪しさ,怪しさはあ、ね、それでは、ケ介さん、うん、どなたに投票されますかいたざんで。 伊多山さんにご評面が入ります。好評、ね、の結果、本日処刑されるのは伊多山さんです。では最後に遺言をお願いいたします。はい。そうですね。俺ガチ君、このゲーム上手くなったって聞いてたんですけど、やっぱちょっと不穏な空気出てるから。<laughs> やっぱり。ちょっとね。ハ <laughs> ンサムさんバーサスガチ君で、ガチ君ちょっと、ちょっと負けてるみたいな。風に、なんかちょっと見えてるなっていうのが。<laughs> まあ、ちょ、もちろん分かんないけどね。まあ、あの次の日。 その2人の人対決をちょっと楽しみにしみたいいなと思いますあと1人潜伏してる黒がいるけど俺はさっきみたようにプゲちゃんがちょっと、ね、闇に紛れようとしてんのかなと見えてるけど次の占いでどうなるか。じゃさんも占いでしょうか。うううね、俺は結構なんか活躍活躍とまで言わないけどなんか、まあ、ちょっと喋れたんで満足してはい落ちていこうかなと思います。お疲れ様です。 それでは板山さんはビデオの停止を押してください板山さんを処刑したにもかかわらず <laughs> 恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してください家メア人狼はねやっぱ議論とかの、まあ、黒さとか、ね、それでは皆様おやすみなさいませ黒さとか白さとかよりも怪しいなんか怪しいで決めますからなんか怪しいって映るともうロックしてしまいますんで そうならないようにやらなきゃいけないですね。なんか、なんか怪しいんだよなんで終わるんでね。<laughs> 理論で勝ててもしょうがないんですよねやってても怪しいもん。それでは、能力者の皆様を起こしてまいります。関係ないんで。えー、霊媒師と騎士の方、あのー、ターンを少し取りますので、お待ちください。これをひっくり返すぐらいの理論を持ってこれば大丈夫なんですけど、それを持ってこなきゃだめです。 黒出しもめちゃくちゃゃく怖いんですよ黒出しした時に「俺黒じゃねえお前嘘だ!」って言った瞬間のその演技が「絶対白だわ」ってなるんで占い師を疑いますから「はい占い師嘘っつって <laughs> 今日も人狼勝てなさそうですねはい人狼マジでかか勝たないです、ね、それでは占い師の方を起こしてまいります <laughs> 占い師の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。さあ、プゲラに占うでしょう。両方とも不具合な顔は、結構面白いけどね。ハンサムさん、本日、どなたの正体を確認なさいますかアツシだ。プグラですね。アツシ。あ、わかんないか。そして、俺は、あのー。あ、プグラのことです,です、ね。失礼しました。<laughs> これは俺も失礼しました。 <laughs> えー、そして、えーえー、常は、えー、同様にあちしに黒出しして俺との信用を勝負してかけてくることだろうと思いますので<っ>このゲームが終わったら常に行ってやりましょうえ<っ>おかえりとでは本日影さんの正体を伝えい <laughs> そこまで読んでる影さんと正体は人狼ですえい、ー、え黒黒黒黒囲いまで読みますか なんだ、オリカお前ら、なるほど、オリ<ト>折笠といい、オリカサといい。これはかなり強いぞ。黒囲いまで読んでますよ。人狼の方、ビデオの開始マイクのミュート開示をお願いいたします。それでは、1分間の作戦会議スタートしてください。どうぞー。大丈夫か大丈夫かいやいや、もうやだ、もう俺も怖いけ、シュート殺したい大丈夫かシュ,シュート殺したい <laughs> したい,いやいや、ゆうくん誰がいいいや。 多分あ<ー>まあどっちみち俺今日結君占ってもう白って言うけ<あ><あ>俺を占うって言っちゃったしねで、うん、まああの俺に黒出すと確実にどっちか持ってかれると思うかな持ってかれるしあの男目みたいな人も多分結君占ってくると思うけそれで、ね、白黒になっちゃうよねまあそう,そうねじゃあけもうそこからはどっちが進化をもう頑張って俺が力説するしかないもうこの俺の話術で。 どういうアシスト欲しい。いや、ま、あなんか。ああ、確かにな。て任せるわ。あ <いや S 1> あ、じゃあ、じゃあ、んえシュート殺しで大丈夫、今日は。シュート殺しでいい。で、<Okay. S 1> ザンギさんが微妙に俺を疑いを吹っかけてきたのを殴ってきたっていうことにして、うん、おい、常川につくわ。 ありがとうございます。<laughs> お願いします。おお、勝負する。<laughs> それでは、本日は、なんか、プゲラが助けてます。え、シュートでお願いします。プゲラが、助けてます。ガチ君。はい、ガチ君なんかむちゃくちゃやってますけど。い,い,はい。いお願たえ、ジンローは、三回目のプゲラが今助けてます。<laughs> ガチ君弱え。それでは、皆様、お前、お前、俺の、俺とジノスっやっただろ、お前、何見てたんだよ、お前。何を見てたんだ、お前は。 恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。1番、シュートさんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。2>, いろたたろ2番、キッチンさん。5番、ハンサムさん。6番、ガチ君。7番、オオスさん。8番、プゲラさん。本日、無残な死体となって発見されていた方は シュートさんです。シュートさんはビデオの停止をしてください。死ぬとわかない。それでは皆様、現在5名生存です。マイクのミュート解除、マイクのミュート解除をお願いいたします。話し合いを3分間で開始してください。どうぞ。はい、いいですか。はい、もういいです。えっと、そげ、はい、いいぞ。あ白です。トゲラ黒です。あとはどうぞ、皆さんのご相談にお願いします。 これでね俺がハンサムさんを信じるとしたら、もうガチくんプゲラで決まりか。でなんか僕的にはとりあえずハンサムさんが黒で殴ってきたのと、なんかザンギさんが死に際にあのなんか殴ってきて、うん、で、なんかその。 完璧にあのザミさんの理論通りでした。いや、ね、とりあえず今までの話の流れ上、だからハンサムさんが黒要素を感じる部分がないんですよ。まあないっすね。うん、まずないっす、ね、で、ガチ君はさっきの言ったのプラス。いや、俺、あケンスケさんに話し上げたのは、単純に目立っとったんですよ、すげえ。はい、あ、そうあの、衣装が。<laughs> いや、パッと見たときに、いや、誰に話しかけようかなと思って。それがお前のワンジーですか。ハットと、その真っ白のやっぱり、シャツ。<laughs> ホワイトオフのそう、シャツが見えてて、とりあえず圭佑さん行こうと思って、まそこはあの、結構ほんまに適当になって雑なんですけど、それは行きました。かっこいって言ってあのかな、何だろう、几帳面だと思うんだけどな、結構、そこんね、いや、結構みんなから疑いの目を持たれとったんで、やっぱりなうかつに話をかけに行きたくなかったんですよ、そういう疑いとるね。 感じじゃないの。疑われてる人にこそ信じてもらう。この人ら見ださ一っ疑ったらもうそれ溶けんじゃんだって。君らさ。ねねねね。がんもう。もうさっき俺ナ尾からハンサム変えたし。ちょっとここで僕釣られたらもう負けちゃうんで人数的に。うん。 えじゃないいですかやそうだって人狼二人残ってる可能性もあるんですよ。そそそうううだからえなんで分からんのですかハンサムさんそれ。じゃあ、俺、まぁ、つきますけど。いや、普通、普通に二人が人狼だからです。普通に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 。いや、でも、全然、けはい。どういや、トゲラが。 あのー、前の試合に比べて喋ってなさすぎるよねよ。前の試合結構喋ってるよね。うん、なんかまあ前はまあぶっちゃけ人狼で語ってたし、うん、出てたんですけど、まあ今回村でなんかのそんなてかいやもっと喋れる人だと思うよ。さっきの人狼を見てた限りそう思うそう思う。うんあのー、ええええ。喋れる人だよね。ちな,ちなみにちなみに大さんあの、うん、マジでフレースからね。今のとこ。 皆さんちゃんと頭に入れとおてもらっていいですか。オーサンクロは全然あるんで、はい、そこちゃんとオわんとあの今こうやって話してますけど、オーサン。握手じゃの、はい、ええええマジ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 。可哀にいっとるですよね、折笠さん座って。そうそうそう見えてしまうっていう。で一方でちゃんとこうやって僕が語ってもこうやってスかされるんで、もう何言ってもダメじゃなっていうので、行きましたロの可能性はだなえつななさげなの。 それでは、話し合いが終了となりました。皆様、マイクのミュート、マイクのミュートー、ね、お願いいたします。それでは、本日、襲撃されていたシュートさんを起点といたしますので、2>, ね、2番、ケイスケさんからの質疑応答です。では、ケイスケさん、どなたに質問したか。まあ 白っぽかったん、ね、で、多分おっさんだわっつって。はい、いや、もう決まりだと思うんだよね。ああ、もう決まってる。ダメだ、この二人。もうガチ君がちょっと、趣味滅裂だし。<laughs> もうダメだで、ハンサムさんが、今回はかなり、ちゃんと喋れてて。というか、まあ、ハンサムさん喋れてて、うん、で、俺も、多分黒要素、相当薄いと思うんですよ。うん、そうだね。うん。多分多分違うね。で、ちょっと、プゲラが喋らなすぎで、潜伏かなっていう。うん だからもう、ねかうガチ君がプゲラに白出ししてて、ハンサムさんがもう黒を出してる、もうなんか疑いようがないんだよ。そうかガチ君がプゲに白出ししてるの結構あ、握手というか。う,ーんうん。決まっちゃうもんね。めて俺とかに白出したほうがいいっすよね、けいすけさんとかに。そう,うね、そうだね、だから俺,、うん、俺とか、白出ししたほうがまだ。うん 紛れたんじゃないかなと思うんだけどね。うん、露骨に白と黒出ちゃってます、ね。うん。それでは、ケイスケさんどなたに投票されますか。ガチ君で。ガチ君に一票目が入ります。じゃあ続きまして五番ハンサムさんどなたに質問されますか。まあじゃあえっ、ー、と続きます大須さんで で一応話の続き、今の話の続きだと思うんですけれども、はい、俺の予想だったんですけれども、俺は、えー、とガチ君がプゲラ黒出しすると思ってたんですよ。で、俺とも新予勝を持ち込むだろうなっていうのが思ってたんですけれども、あなるほどそうで白出しがまず握手だったんだろうと思うんですよね。2>, 2人とも黒だそう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 。二人とも黒出して、ガチ君は俺と信用勝負するだろうってうのが俺の予想だったんですよ。ただ残念ながら、白出したんで、でもう、うん、なんていうんだ。 さ,さっき言ったように、そうじゃなくても、だから、大須さんか、えっ、ー、と、ケイスケさんに白出しするぐらいの方がまだ良かったんでしょうけれども、うん、やっぱ、アツシ黒出しはちょっと、アシ黒出しはちょっと、あれかなっていうふうな話ですけど、さまあ、さに騎士いないですよね。騎士いないんでしょうよ。だって、いたら、だって、っそしたらケイスケなんてことでしょいまだ大須さんがいないんで。まあ、そうっすね。ワンチャン俺誰だ。誰だったんだろう、逆に。俺は騎士じゃないですけど。いや騎士かけが、騎士かけなんですかね。 賭け,のちょっと賭けの可能性があるそんな感じで。それでは、ハンサムさん、どなたに投票されますかガチ君に2票目が入ります。<laughs> では、続きまして、6番ガチ君、どなたに質問されますかはい。 僕がプゲを占ったのは、前日にザンギさんにも言っとったんで、プゲを占うって。一番ザンギさんが怪しいと思うところを占ったんですよ。だって僕は白らしいを初日しとんで、あの信じれるとこがあのもうザンギさんだけなんで、だったら、そこが、えー、あの怪しいと思っているところを占いますので、プゲを占ったんですよ。昨日は俺、狂人って結構決めつけとったんですけど、ルオさんも狂人っていうのがあるっていうのをザンギさんに言われて、あ、確かになと思って、そこはちょっと考え改めたんですけど。うん あとて、大津さんが黒要素がないっていうところを自分で言っとったんですけど、うん、どこらへんなんですかいいね。いやーその結局、大津さん、俺の中では。黒要素ないっていうか、黒要素はかなり薄い、はい、あのー、役職持ちガチ。潜伏の可能性もあるじゃないですか。まあ、俺はハンサムさんと大津さんか圭介<あ>さんなんですけど、うんであの、俺は今日ハンサムさんいて、明日た大津さんが圭介さんとの。あの に投票入れるんん<や>予想なんかもうちょっと欲しいなと思いました。いからそれではガチ君、どなたに投票されますか,ススかオリガスさんに1票目が入ります。では続きまして、7番、オスさん、どなたに質問されますかえー、じゃあ、プケニーレ。はい。プグニーあの一応現状潜伏してる割りに、その、あの、 コメントがないんですよ。なんかコメント欲しいな。今のガチ君の発言と思いました。うーん。まあなんか。今のガチ君の発言、はい、俺の中では。なんか、んちょっとんっていう。いまあでも、大っさんが俺は黒くないって言って、僕を潜伏で黒いっていうのは、なんか、なんだどこがそんなに違ってそうなるんだろう <laughs> っていうふうには思いましたけど。 いやだからあのなんだっけえー、とガチ君がプゲニに対して白を出しているだけど、うん、オリカサさんはガチ君に対して黒を出しているい僕視点は僕に黒を出してきてでそのオリカサさんが黒ででそ,それにプラスしてオースさんかケースケースさんかもしくはザンギさんが人狼っていうふうにしかも見えなくて、うん、ああなるほどなるほどああのザンギさんがそうだった場合はいいんですけどオー、うん、スさんかケースケースさんが人狼だった場合は あの終わっちゃうんで。うん、決戦でそれでは、大スさん、どなたに質問されますああ、投票されますか決戦、決戦、あれと、プギニーまだ喋ってないよな。プギニーまだ喋ってないですよね、これ。喋ゃってじゃない,あの投票してないよな。あれこれ、<の>ハンサムいるチラシですし。ここでハンサム入れちゃうと、プギニーがハンサム入れたら終わってまうんで、あ,あ、そうだね。まあ、ケイスケさんからだよな。 いや、こここそチラシじゃないか、これ。<laughs> 決めてもいけば、まだ、あ、悩んでんのか。悩んでんのか。あ、あるのか。こここそチラシな感じはするな、うん。あるのか。さすがかけまじんだ。決められない男。おす。あ、プゲエニーでお願いします。プゲラさんに一票目が入ります。では、続きまして、八番、プゲラさん。どなたに質問されますか。 すけさん、常常いたはいとりあえずうんえ <laughs> 俺がさっき言った、まあ、俺から見えてるラインですのこれがサさん黒の えっとオースさんか、それどっちか残ってるか、もしくはケイさん。あちなみにザンギさんはあの苦はない。俺はあの強人なろうさんがあって感じに。うん。新人ゲーっていうパターン。でけワンちゃんハンサムさんがあの開幕白学濃しとんかなと思ってケイスケさんを。でオースさんが白いっていうのは俺ぶっちゃけあの初日で結構なんか白そうやなと思っとったんよ。でけなんかオースさんを裏切ることあんまりせんかったんよ。うん。 でケスケさんにあのシュートがケスケさんに白を合わせに行っていいかもっていうのを占いで一日目にされたんじゃけどあれいかんかったんよ。なんでかっていうと、うん、なんかもう霊媒ローラーに行く流れだったけそれだったらそこよりもっと黒探しに行った方がいいと思って、えー、俺のグラさん占ったんよ2日目は。そういうところは結構、うん、白目に見てほしいなと思う。そうね。うん、まあ、うん、俺に白出してる時点で白目に見てやるよ。それではプゲラさんどなたに投票されますか ハンサムさんに2票目が入ります投票の結果本日はハンサムさんガチ君の決選投票となりましたさんが悩んで,るぞではお二人は弁明の時間が設けられます投票の順番あ弁明の順番は本日の、えー、投票順番と同じくハンサムさんから弁明を行ってくださいハンサムさん弁明をお願いいたします 結果的にその板山さんの言う通りでしたということを皆さん思い出していただければと思うんですけれどもまあだからなるほどなあの強靭だったんだろうなと思うんですけれどもでもここに来るのは、うんまあ、ガチ君トゲラこの組み合わせをそうですね俺に2回 KSK さんを言わしたさかなさんどうしてもこの組み合わせで世の重要を満たしたかったんでしょう えー、とにかく、えー、ガチ君とおーペデラーです。よろしくお願いします。それではガチ君弁明をお願いいたします。何の弁明にもなったんですね。はいあ。今言ったように、大須 <laughs> さんは初日からすごい白っぽく目取って、あのー、やっぱ人狼サイドだとその賭けっていうところを絶対にあんまり意識させたくないと思うんですよ。だけどもう決めつけとかにしたいところを大須、えー、さんは初日から。 かけもあるんじゃないかっていうのを言っとって、一戦目もそうだったんで、一戦目もそれで白かったんで、まあ白いんかなっていうふうには見えてました。で、今もちょっと叩いたのは、もし潜伏黒だったらなんか埃が出るかなと思っておさん叩いたんですけど、それでも出んかったんで、もうこれは占わんでも白だなっていうのが今すごい分かったんでよかったなと思いました。で、初日も、えっ、ー、と、ケ介スケさんを、えか、ー、ぶせて、対抗の、ハンサムさんの対抗でかぶせて、白、見に行こうかなと思ったんですけど、白か黒かを。 ただ、あの、もう霊媒ローラーが確定してる状況で、人狼からするとすごいもう楽に感じると思うんですよ。そこって。もう霊媒別にいかんでいいんで。なんだったら、えー、っと、もっと他の黒を探しに行った方がいいんかなと思って、僕はドグラさん行ったんですけど、まあドグラさん結局構構れてしまいました。っていうところですね。で、オース<お>ハンサムさんはもう一生白黒白、白あ黒,黒黒黒黒しか押してないんで、なんかあんまり、そのまあパッションが弱いなっていうのは、ちょっと皆さん感じ取ってほしいです。 ここを間違えるとも明日負けです。なんで、あの、ここ皆さん、ハンサムさんに言ってください。お願いします。いいんじゃないか、頑張ったぞ。それでは、お二人の弁明が終了いたしましたので、おっさんをしろって言たら、ケースケがさんがそれが伝わるか。さあ、どうなる、えー、投票の順番は、えー、1番、ケース、えー、2番ですね。2番、ケースケさんからの投票す。ケースケさんはガチ君に絶対いります。ケスケさ,さあ、大須さん、ラさんまた散らすか。散らしたらプゲラが決める。それでは、名前だけ投票。ケースケさんからどちらに投票されますかあるのかガチ君。 ガチ君に一票目が入ります。オ大スさん。ああ、失礼。え、ガチ君。あ、おと。ガチ君に二票目が入ります。おげんさん。<laughs> サクッと終わりましたね。サクッと。おいかさ,さん。ハンサムさんに一票目が入ります。はい、投票の結果、本日処刑されるのは。うん、ガチ君です。決めるで最後にさっきめ。お願いいたします。<laughs> <laughs> もうね、あの。 こんなこんな残したダメなんですよ,ですよもうそれではガチ君を処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります正談した皆様は、はい、ビデオの停止を押してくださいはい確確認確定です、ね、それでは皆様おやすみなさいませ確定ですねはいもうサクサクいきましょうサクサクね もう魚さんも分かってると思うんで続くイコール人狼が生存しております続くイコール今のがガチ君が人狼だったことになりますプゲラ確定で終わりですもしガチ君が新占い師だったそれでは能力者の皆様を起こしてまいります22になって終了ですので続くイコールもプゲラになります3戦目ありません あの3戦目はもう、占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。結構です。もう2戦しかやります。あるんでは、ハンサムさん、本日、<え>どなたの正体を確認なさいますか大ょ、まあ、さん確認、まあね、しません。<laughs> <laughs> あれ、ダメ。<laughs> あのそれならそれで結構ですね。<laughs> はい、大丈夫でございます。では、ビデオの停止マイクのミュートお願いいたします。はい、<laughs> これでワンチャン怪しいところになるから、でもまあ、あのけいすけ。では続きまして。まあ、人狼の方を起こしてまいります。 タイトルが雑音のままですあごめん、ね、人狼のブゲラさんのビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします忘れてたごめんねそれでは三十秒ですどうぞ変えましたいやいややっぱ残されるのってつらいっすね <laughs> されるのってつらいっすね いや、俺はこれでも指摘せずに頑張りたいんですけど、あいつの遺言が <laughs>、あいつの遺言が指摘だから <laughs>。<laughs> <laughs> ああ。最後まで頑張ろう。それでは本日、どなたを襲撃なさいますか <laughs> えっと、偉いね、でもね。KSK さん。 ケスイでは本日、いすけさんを襲撃いたします。それではビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。占占いいけけの占いかけのそれでは皆様、お部屋に戻しいたします。えー、人狼人狼、新狼狼です。新狼、老狼老,老老占いです。そ朝がやってでいしいです今ケスケさんかねそんな説でい占いです狼狼 で占ってないんで<番>ワンチャンそれでいけるかもしれません七 <laughs> 番オオスさんワンチャンいけるかもしれません8番プゲラさんローローで本日無残な死体となって発見されていた方はケイスケさんですケイスケさんはビデオの停止を押してください それでは現在3名生存です。皆様、マイクのミュート解除。マイクのミュート解除をお願いいたします。4日目の話し合いを3分間で開始してください。どうぞ。占いは占いどうでしたおっさん。安山さん。ンサムさん。まさかの。占いの結果は俺のね、あの、えっ、ー、とね、やるべきことやろうと思って。はい、占いしてないです。んあれ占いしてないです。あれ、おっさんが伝わる ししない選択おっさん、あのまずいと思いますよ。あの意味がないと思ったんで、俺は占いしないを選択して、えっと、あっちの黒で終わりなんえ、だって、おっさんを占ってないですよね、まだ。そうそうそう。でも、おっさんク黒だったら意味ないじゃん。占う意味がないじゃん。おっさん黒だったらこの時点でゲームオーバーなんだから。まあ、そうですね。 うんまあそれはそれなんですけどそれす。それはそうであればです。で、この時点まで占いが生き残ってる。っていうのも。あれ浜越のパターンで。さっき全く同じパターンで、僕、あの最後の最後の <laughs> 占い方って生き残ってたんですけど。<笑><笑>で俺、完璧に終わったという思って、で、おっさん、白で、えっと、あっち行くです。えっと、 まあ常に本当は守りたかったんですけど、守れるようになるとこですい k s k さんと大津さん <laughs> これ、あ,これあんのかじゃあ、その、出せる常の白さみたいなのちょっと僕の方でそこまで確かに見,<や>なんか見つけられなくて、うん、パッション出せなかったんですけど、あのこれ多分行行であの人情がすでに一人死んでるおかげで,しで終わってない。<laughs> え 俺がなぜ俺がなかったか説明してもらえなかったらもういいっすわ。俺だからと思ってもらえばいいんですけども、あのっちが黒で終わりなんですけども、俺だからうん、そうそう、意味のない。だって俺だって、あの占ってんだよ、その前の日に。トゲラさん。で英語だから終わってから意味ねえなっつって。やめたんですよ。っていうか、おっさん黒かと思った。ん おっさん黒かとちょっとおっさん真っ白おさんです。いや、そうです、ね。どいです、ね、はい。未来英語。白亜紀からずっと白いです。うん、<laughs> 白だけにね。あの、おっさんが迷っている。まあ、<laughs> <laughs> 本当に、てこれ。本当に、うん、そうです。何か。 他に何かあれば。おっさんどうする他に何かあれば。もうさらなかった。なて面白いね。一応気しかったんだけどね。一応。ごめん、一応意味ない。ごめん。それは謝ります。えっと、うん真っ白極まりなさすぎて、俺にはちょっと、まぶってなっちゃって、ダメでした。占うにはちょっとあまりに。うん。あれ申し訳ないですけど。うん。そっか。おっさん それでは、話し合いが終了となりました。皆様、さ<あ>マイクのミュート、マイクのミュートお願いいたします。さあ、マイクのミュートお願いいたします。はい、それでは、本日襲撃されていたケイスケさんを、えー、起点といたしますので、5番、ハンサムさんからの質疑応答です。では、ハンサムさん、どなたに質問されますかえっと、おおさんで <laughs>、うん。えっと、熱、熱じゃないんだ。おおりますか。ちょっと熱しくだから。 終わってたってそうなんだ。だって、ルール上、二人くらいだったら終わってるはずだよね。金ほの…金ょほんじょ一瞬疑った俺。だから、終わってないから、それで終わり、話は終わりです。あつしまくるです。伝わってない。伝わってないぞ、お前ならすの、タンパチが。例えば、さっき、教授が終わりでしょ。さく裂。おっさんが、おっさんの教人だろうが 終わりだから。じゃあ、俺が強人,人だったら、黒と結託して、二人一人いれますよね。そう,そうそうそう。だから、うん、終わりだから。えー、っと、そもそもだってルール上、あれ行くのか。でも王、さん場面分かってないと。思う新郎郎とか。俺がちょっと今なんだろロ。かけろうろうとか,か、もうあれだな。ここがあの、<お>それでは、ハンサムさん、どなたに投票されますか <laughs> プゲ,でプゲラさんに一票目が入ります。<laughs> <お>では続きまして。<laughs> ーさん七番。おおつさん。どなたに質問されますか。あるのか格ゲーマ人のか。これやっぱり。あね、りりまあ、これも、俺が、俺が、まあ、こは折笠さんなんですけど。あ,あはい。えっと、ちょっと待ってくださいね。いや、普通にこれ、プゲーですよね。そうです。<laughs> はい。あ、うん。 でこれ普通にプゲっすよねそうです。うん、私が変なおじさんです。志村けん。うそうそう。ハンサムとガチで。そ、うん、そうそう,そう,そうハンサムガチ、もててローローは、うん、あれかけローロー。ありえるんじゃないですかいや、あっ、シンローローやろうと思ったら、かけローローありますよ。 しかもシュートが出てきた、ねやぱあ。びっくりした。俺、強靭の可能性考えたんですよ。俺、今、用紙さんがね。それはい、じゃないっていうことが今判明したんで。うん、えっと、プゲです <laughs>、うん。そうか。雨乞いになるのか、俺,俺は。<え>雨乞いになる可能性考えてなかったですけど。うん、<laughs> プゲです。うん <laughs> まあそりゃそうだね。<laughs> あ、続けてお願いします。<laughs> あー、終わった。<laughs> <か><ー>ダメか、ダメか。あ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 、っとな、マジで。では続きまして、8番、プゲラさん。どなたに質問されますかちょっと足んなかったなおっさんで。おっさん、やっちまいましたね。うそ。<laughs> <laughs> <laughs> やっちまいましたね。 まさかこの,の、この折笠さんを野放しにしておくとは。え、ちょっとはい。あの、なんだろ、話自体はこっちに振ってくれると思ってたんですけど。ま, <laughs> まあ。まあ。ほら、もう大っさんの見てくださいよ、この笑顔。大 <laughs> っさんじゃないよ、折笠さんの <laughs>。<laughs> この時点でお、 さんが生きてて、で、占ってないとかいうわけわからんムーブ出してきてっていうのも、多分あの時点で、大津さん、今までの占いの利益、もう忘れてる可能性あるんですよ。うん。語ってるから。はいはい。っていうことなんですけど。頑張それでは、ブゲラさん、どなたに投票されますかもう、大津さんで。 オースさんに1票目が入ります投票の結果、本日処刑されるのはプゲラさんです。では、どちらにしろこの時点で決着ついておりますので、ハンサムさんと大津さんをマイクのミュート解除していただいて構いません。では、プゲラさん、最後の遺言をお願いいたします。いやー、価値格だと思ったんですけどね、価値格だと思ったんですけどね。いや、いや、でも、最後に。 一報えれなかったのは残念ですけどとはいえちょっとねばにもできたんでパッションみがいていきますありがとうございましたそれではペゲラさんそのままで結構ですこの時点でゲームの決着がつきましたオースさんは村人ど村人でございましたということでハンサムさんが 占い師なので村人陣営の勝利です、おめでとうございます。でいやマジっっったたたその緊緊緊張張張感感感ああなな俺超よ ファッションかなんか。おー、えー、もうなんか、ただただ、ただただプゲラの好感度が上がるだけの、えー。もう、<laughs> なんと、行きぎも、行きもよくないかなと思って、ちょっと、自然な範囲に抑えて、自然すぎて。自然な範囲に抑えて、かつ、折笠さんに、その、喋るの機会を渡しておけば、なんか、なんか、変に転んでくれるんじゃなかろうかなと思って。いや、折笠さん、変なとこなかった から、あんまり。うん、なさすぎて、逆に俺警戒したんすよね。あれ折笠さんがこんなに変なとこないっつって。最後おかしいぞっつって。逆にね。逆に。めっちゃ警戒して。え、じゃ、あ最後、プリラに話しかけて、はてくださいよ、せめて、じゃ。やめて。いや、あの、折笠さん、俺の中で、折笠さんがどうかで、最後、すべて決まったなんですよ。はい、はい、はい。 それぞれ影響があるんで、オリガスさん。それそうです。もんじゃあ、えっと、さかなさん、えっと、内訳をお願いします。はい、ではですね、2戦目の内訳を発表させていただきたいと思います。まずは、人狼がガチ君とフゲラさん、占い師、ハンサム・オリガスさん、そして、霊媒師がイタさん、強人が鳴尾さん、そして、騎士が欠けておりました。岸かけが岸かけが。 上散らしたぞいやーなんかもう最後の遺言もう勇気が起きんかったさ、俺なんかもう多分多分もう何言ってもダメなんじゃろうなっていうのが割 <laughs> しましたただあの頑張ればよかったなって思っとったんですよただ最後 <laughs> ハンサムさんのあれを見て,、ま、見ても大津さんの心が揺る,揺るがんのを見て はい、やっぱ言わんでよかったなと思いました。あれ、頑張った無駄な、あれ無駄無駄足無駄なカウル使う必要ない。絆ふけるなと思いましたやっぱ絆ふける、マジでな。いや皆さんお疲れ様です。最後もねいい勝負だったんですけど、プーケラーがね二回地の日でワンちゃんあるかなと思ったんですけどね。なかなか今日もまた村人が勝ちました。あなたたちいついつになった地の方が勝つんですか。い意外に勝ってください本当に。 <laughs> さあじゃ一、えー、人ずつね<ー>感想と宣伝をいただきたいと思いますので、えー、とシュートから<っ>どうでした今日1回目ね人狼引いて、まあ、正直まあ多分,自分あなた分かってると思うんですけど自分,の、はい、自分の前瀬というかあの、はい、お遊びおふざけで負けに追いやったじゃないですか。はい <laughs> まあでも普通にあれが僕の実力なんで、同じレベルで遊べて本当に光栄でした。同じレベルで。同じ楽しかったです。しかも、俺のが下俺のが下ですか負けてんだよ、ほごめんなさい、ませんなさい。よかったです。じゃあ、宣伝お願いします。宣伝は、ミルダムで配信してて、この後エルデンリング、今流行るの続けてやるかもしれないんで、気になってる人は見てください。 終了、ね、です。はい、はい、はいあ、またお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、じゃあ次は、ケスクさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうですかちょっとお疲れのところ、コロナでやってね、あなたもエルデンリング相当やってるんで、お疲れ様でした、ね。そうですね、まあ、やっぱ相変わらず、メンタリズム、メンタリズムはいつでも通用するなって感じでしたね。確かに。だって、えー、あの、1回戦のル尾は逆に白いから怪しいって言ってたんですよね。えーっと、 どうだっけなあ、OK、もういいです。それでいいです。通じてます。通じてます。通じてます。大丈夫です。で、なんだろう。うん、やっぱあのね、余計な推理するとやっぱダメなんで、メンタリズムに徹底した方がやっぱ俺は活躍できるかなっていう感じそうですね。3回ぐらい聞いたわ、そのセリフも。そう。コメントも何回も言ってますから。考えるの感じろって言ってます。覚えてないな。どうすあのはい。 あのコロナかかっちゃったんですけど、もう体調大丈夫なんで、皆さん、あのー、今後ともよろしくお願いします。応援お願いします。お願いします。はいっっす。今月、ちょっとあのマスターランクぎりぎりなんで<う>あの、よかったら配信見て,見ていただけると。あと2日ですけど、大丈夫ですか結構もうね、あ,あと1日ですよ合格ラインぎりぎりなんですよ。だから、ちょっと明日がっつり配信すると思うんで。はい よろしくお願いじゃあ皆さんみんなね、けすさの配信見てあげてください。あとギフトでいっぱい投げてあげてください。あと宣伝が3月2日、マーダーミステリーですかこれですね、狂気山脈っていうのに出ますんで、昼だっけ昼12時から、けすけ、巨人梅原、廃谷、ミートたけしということでね。 あの、予習なしで参加すると思うんで。あ,あ、もう一回も考えて見てないです。はい、はい、全く見てないです。はい、<よ>ちょっと楽しみです。予習もまだ見てないし、その、ディスコードもまだ何も確認してません、僕。<laughs> それは確認しろよ。<laughs> あそうすいません。<laughs> やりますね。はい、はい、それも見てください。はい、お願いします。 次はさんお疲れ様でしたちょっとね、ちょっと大変な中、本当に今日参加していただいてありがとうございました、本当に。え、何がですか大変な中。ええ、僕、ちょっと休憩してたじゃないで疲れたんで。あそうだったんですね、配信は休憩してただけなんですね。そう。よかったです。全然、もうすごい元気になったし、まあ、空もきれいで、ご飯も美味しいし、まあ、よかったす、よかったいいことしかないですね。感謝しかない、感謝と謙虚で。 あ、もう、僕みたいなもんが、みな、皆様とね、遊ばしていただいて、本当感謝の極みです。あ、そうか。なんか、おっさんのこと、裏のと、ミニマムって言ってたんですか、なんか。え。ミニマムだったか、とか言って、なんか。コンプラだよ。そう、コンプラ。な、なに、がミニマムなの。いや、あの、恩恵が。がミニ一番低い恩恵引いたなと思って。低い、低い。ひどくない、悪口じゃん。それ、ちょっと問い合わせどこ、あなた。ええ。あの。いや、だって、嘘。 が、もっと良くないと思うんですよ、僕。あ、私、嘘は。嘘はダメじゃないです。嘘はだめ。はい、はい。そう、だから、そんなん言ったら、あれですよ、僕さっき、大が最後の投票迷ってる時。うあの、おい、オっさん、オっさん。いや、オっさんっつって。オう。大須さんとオっさん、もあ、これ似てるなって、でも、でも、別にどっちも一緒やから、ええなっつって、も途中からオっさんって言ってましたもん。う。 嘘はつかないです。実直な方ですか本当のことしか言わない。メールだけでやめますわ。本当のことなんでね。嘘じゃなかったんで。そこでなんか意味悲鳴なこと言ったら。本当のことです。メールだったけど。まあまあまあ、あの、だからもうね、の綺麗なことでしか会話していかないんで、皆さん、これからも綺麗な野崎をよろしくお願いします。はい、もちろんです。もちろんこれからもよろしくお願いします。で、宣伝お願いします。はい、えっと。 まあ、えっ、ー、と、ミルタムで配信してるのと、YouTube も,、はい、もう動画投稿も再開しましたんで。おおいいね。はい、そちらの方もよろしくお願いします。で、えー、もう今月僕はほぼ間違いなく、エクストリーマーから落ちてしまうんですけど、はい。まあ、あの、その椅子に座るのが、まあ、どうやら黒人さんということで。えこれ確定したえまだ,まだ確定してないですよ、多分。あ、でもまあ、ど,どうせ、あれでしょ、マスター1位とかじゃないですか、今。いや、マスター2位とかじゃない 2位だったらいけるのかな、でも全然巻き返されるんで、ぶっちゃけじゃあ、まだ僕はまだ全然やばいですね、まだ、すねまだはい、呼び捨てで、実直な方だよ、まだ素直、そうですね、YouTube の登録者数も2000、3000人ぐらいの差しかないんで、いつでも呼び捨てになると思いますんで、小栗さん、あと300人です。か

いやあ、もう、さすがにプゲラさんには負けたくなかったんですけど、まあ、そうだね。はい。さすがにちょっと、まあ、経験の差が出たかなっていう。こっちでも、もう、すごかったよ。ナルオやばくない覚醒なるお。やっぱそうでしたマジうまかった。やっぱそうでした。ケースさん、黒って言って、いや、これ、プゲラさんが怪しいでしょって言っても、やばいってなってましたね。いややっぱそう思いました。メンタリスト、新たなメンタリスト誕生だってなってましたね。マジかよ。だって、理論聞いてないですからね、全く。いやでも、ケースさん気持ちちょっと分かりましたね。かなあああ、ちょっと気持ちいいですね。 確かに。なんか、なんとなく、臭いなって思う気持ちそう。なんてみんな分かんないんだろうと思うでしょ。ああ。いや、すごい思った。なんかね、やっぱり理屈は聞いちゃいけないね。推理はしちゃいけないんだなって。そうそうそう。はい、すごい学べる一日です。さすが、これがツガーデンなんですね。さすがですね。あ、ないと思ありがとうございます。あ、ないか、ごめんなさい。すみません。じゃあ、宣伝お願いします。まあ、特にはないですけど、まあ、見るなのでやってるんで、よろしければ見てください。そうですね、なるほど。よく昼やってますね。昼間見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい 次は折笠さんはいどうもお疲れ様でしたお疲れ様でした,うした今日は開幕間で、ね、酔っ払って白崎をね間違えるっていうすごいそれでも勝利に導きましたからねそうですね敗北を知りたいですあーそうですね今日また勝率を上げに上げちゃったんで確かに2連勝ですもんね今日申し訳ない気持ちですけども本当にお付き合いいただきましどうしたらガチ君どうでしたガチ君はおあのやっぱお帰りって感じだったんですかいやあのなんだろうなあの所詮この程度かっていうのはっきり分かったね。まあやっぱりあのあ伝えておかなきゃあならば、うん、お帰り お帰りましょ我々の元へと。失礼します。失礼します。すみません、行きますから。ああ、行くってことですね。よろしくお願いします。じゃあ、また戻ったってことですね。じゃあ、ありがとうございました。宣伝お願いします。この後、たぶすぐツイッチの方で配信を、一応日曜日の夜1時からやってたんですけど、ちょっと遅れましたけど、配信しますんで、いつもその、 トラボと同じくらいつまないと言われているデとーあのその彼と一緒にその配信をしてますのでぜひちょっとご覧いただけたらと思いますこいつ時間で終わります団子さんとやってるんですよねそうですねあ、そのまま悲しいかな悲しいかい。わかりましたじゃあそっち見てあげてくださいお願いしますよろしくありがとうございましたじゃあ次はガチ君お疲れ様でしたありがとうございましたガし君じゃちょっと元気だねなんかいや、無いっすよだってさいやでもそう 人狼殺いっぱい技見せてあげたじゃん。お,お前の技今日出たの何だったんだよ何にも出なかったよ <laughs> いや、ほんまに何も言えないっすね。ちょっと、あのー、<laughs> ほんまに、どんどん元気なくなってって、<laughs> いや、ほんまに初先輩方のやっぱ凄さをもう改めてちょっと今日感じたのと、ほんまに、うん、泥でも何でもすするんで、ちょっとあの、私下からやらせてもらっていいですか。<laughs> だって、まあいいんですけど、人狼の同士の夜の会話で。 三、三回目のプケラが、分かったじゃあ俺がそうやってサポートするよって言って、プケラがサポートしましたからね。自信なさすぎてもうちょっと。本当にね。シュート、シュートかまして、シュートかましてでずっとね。怖い、怖い、怖いんで。で、シュート間で大勢残って困ってるんでしょだってあの子たちがね、ん。うん、うん、やっぱ強いすわ。なるほどね。まあまあね。まあ懐かしみ、なしかしみもあってね。よかったまたここから、一から。 長あいい夢見させてもらいました。ちょっと短いでしたけど。<laughs> あそうですよね。シンデレタイム終わりましたんでね。はい。私、はい、とここ一緒にやりましょう。頑張ります、はい。はい、ありがとうございました。じゃあ宣伝お願いします。宣伝は特にないですね。大丈夫です。あ、ないですか、まあっ、えー、今週、えっ、ー、と、来週の週には、あの、イベントやるんで、企画やるんで、僕とカマノとプゲに、えっ、ー、と、2先か、2先で、勝った人は何か,か、ね、勝った人が5万円です。 うわ、すごいあの、三連勝です、三連勝。僕とゆくん、川野と、えーと、川野。あげ、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 あ先あげ、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 あ二あげ、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 もげ、あ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 であげ、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 あ なるほど。はい。よろしくお願いします。じゃあ、来週の金曜ですね、それね。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ、次は、大津さん、お疲れ様でした。はい、どうも、こんにちは。わあ、もう、さすが、巨匠。もう、素晴らしい。人狼もね、最後も巨匠のバシッと。いや、あの、最日ね、最後の最後でね、今日の、ハンさん、オリカさんの毒が回ってきて。ああ、ままマジで、ちょっと、テンパったわ。テンパりましたね。占わないっていう選択肢あるんですね、新占いがね。しかも、やっぱ、最初の占い、 熊田だけ違う人の言ったじゃん。裏の会長じゃん。あの、教えておつけじゃない人ケースくんね。ケーね。いろいろ全部最後リフレインしち頭の中ではいはいはい。ちょっと待て待てっつって。ハンサムだったらあるのかと思って。あれ、ありますね。うん。ちょっと混乱しました。もう、ちょっと見思い打ちで押しよう。さすがさんからですかね。はい。いやでもよかったしっかりとプゲラに行ってね。よかったですね。あ、彼か。はい。はい。彼かまた教えたってくださいよ。プゲラとガシクにね、人狼をね。 まあ数こなすことが大切だと思いますよ。はっけえ。格ーと一緒っすよね。そうだよね、おっさんね。そうだよね、おっさんね。そうんそうだよちょっ足んくて、うん。本当そうよんまだちょっと毛は生えてないかな。そうですね、まだね。まだ淡白な匂いしますからね。まだツルツルだ。わかりました。じゃあまた教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ宣伝お願いします。まあ、普通に配信見るたもやってますよぐらいですかね。 あ、わかりました。それぐらい、それ以,下は他以外はないかな。あと、ま、あ写真も撮ってますよそうですね。ファイティングゲーム、フォトグラファー。はい。はい。はい、でまだ、で、ま、写真見てくださいぐらいですかね。わ <laughs> かりました。じゃあ、そんな感じでね。皆さん、また見て,あげてください。たす楽しかったですあ、またお願いします。はい。うん、ありがとうございました。じゃあ、次、プケラ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、三回目で、こう、ちょっとドブ会でしたけど。 いやー、択の様子、こんなに違うっていうか、同じゲームじゃないみたいな感じでしたね。あ、そんな違いました <laughs> そんな違いました <laughs> だって、話してる内容が、はい、今までロジカルな、もうみんな文字数い応援すよ今まで、はい、口から出る文字数が。なのに、ここ来てみたら、はいなん、なんでさっき俺に話しかけたんだ、はい、みたいな感じで、はい、<laughs> 縛れたり。<laughs> <laughs> 話しかけた理由が必要ですね、なん <laughs> かその。違う気がするとか、なんかその、<laughs> <laughs> みんな雰囲気で殴り合ってて。 明確明確な罪状とか、なんかそういうのなしに、どんどん進んでいってて、しかもその同じような、同じ感覚、その、あ、俺もなんかその違う気がするみたいな方で派閥ができて、そうですね、その集団を説得しなきゃいけないみたいな、なんかよくわかんない、またわまた違う感じ宗教ですから、なんとなく宗教、なんとなく。第三勢力、第三勢力だね。また違う。 そこは分かったけど、大したもんだよ。まあ、眠ってとこかな、プゲちゃんは。そうだね。んか、ユウくん。いやちょっと、もう、ついてい、もう、行けなかったっちゃいけなかったですけど、なんかもう、あの、はい、すごい。でも、逆に居心地はむしろよかった。あ、よかった。やっぱね、みんなそう言って言うんですよ。ここは気持ちいいよ、つってね。なんか、なんか、かわいいわ、ついてるんですよ。 またじゃあ、ドブ会で呼びます、ねうんで、ぜひぜひ。ドラクエ6の赤の温泉と一緒やからね。あ、そうそうそう。やめられないんでね。抜け出せなくなるから。じゃあ、えっと、宣伝お願いします。<laughs> えーっと、はい、えっと、次の金曜日かな、あの、インプレスのガチ君にっていうこの番組で、えっと、僕と常と川野とニサやって三人抜けたら、 5万円っていうのをやります。それ日本でさ、達成できるやついる。いやいやいや。一応やってみないとって感じなんですけど。いやいやいや。それはそうだな。可能性。うん。常に言ったな。言った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 。えっと、明日格ゲーマーまだミス。あ、ごめん、ごめん、言うの忘れた。あ、どぐさんどうぞじゃ、どぐさん。 ああえのだから、あプリオ、そう、一緒なんです。あ、のあ一緒なんねはい。はいあ、各ゲーマー、マダミス、えっと、玉山脈、二周目、えっと、戸倉さん、プロさん、サニさん、えー、ナウマン。プケラとやるんですね。はい、やりますので。あ、二周目とかあるんですか。そうなんか星、降るマにそうなの、二周目。星降る天編あれ違う話なんだ。えっと。違う話なんだ。 違う話で、なんか。いや、ちょっとね、ネタ寝たばれなってるかもしれないですね。ケあ、そうね、はいはい。あ、まだ、ごめんなさい。いそう、一周やってないから。はい。ま、あとりあえず、一週目やった後にやる用のシナリオがあるらしいんで、はい。それ、それっぽいです。えー。じゃやるということでした。何時からですか十九時からです。あ、十九時からですね。十九時からですね。知ってたな。プジェラ知ってたな。知ってたな。遅れて聞こえてくるのかななんか、ちょっと遅い。よかった。十九時、十九時からです。はい。 終わりました。見てあげてください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、お待たせしましたじゃあ、えーと、最後、板田さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや、もう、潜伏レイバー2回目にして、ああ<ー>刺さりましたね、もう、新レイバーシ勝ち取りましたもんね、完全にね。確かに、確かに。ちょっとね、いい感じで出れて、俺もちょっとね、満足。というかね、やっぱその、なんかこのドブタク、 まあやっぱあのな居心地のいいゲーセンってあるじゃないですかありますねレベル高くなっそうそうこのゲーセンちょっとまた来ようかなってちょっとそう思いますやっぱいいですよねここねいやっじゃやっぱ対対てもいいけどうん対戦もいいよねさあ今日こっちからみたいなね何年経ってもねマッチョゲーねマッチョゲーセンちゃんが店長ずっといます入れてるねあー このゲスト、また来たいなと思いましたね。終わりました。じゃあ、また来てください。お願いします。はい。で、宣伝お願いします。宣伝はさっきの狂気山脈の話ぐらいかな。明日ですね。明日19時から。そうですね。明日十九時からやります。あとは、この後、ツイッチで、ムジュラの仮面でもやろうかなぐらいなんで。懐かしい。よかったら遊びに来てください。はい、了解です。みんな見てあげてください。あと、皆さん、僕に、じゃあ、今日の MP を LINE でください。お願いします。はい。で、ちょっと僕も宣伝させてください。えっとですね。 まだミスも出ます。まだミスね、先ほど言いましたけど、3月2日水曜日12時からやります。よろしくお願いします。そして、えーえー、国劇ですね。国劇というのが、えー、僕が開いているストリートファイター5の<あ>、えー、大会でございます。三、えー、3月5日、えー、土曜日19時から3-4-3。こちらまだね、受け付けておりますので、全然お願いします。うん、こちらはプレ国劇と言いまして、同キャラ3-4-3になります。えー、同キャラ3ンで組んでいただければと思います。で、次が、 えー、本戦ですね。その次の日、うん、3月6日日曜日20時からですね、国益本戦。こちらは、えー、ワンオンワン、えー、一人のチームで、えー、人の、えー、戦いでございます。えー、賞金付きになっております。優勝者のみ10万円、えー、賞、賞金しますので、えー、<ら>しかも、えー、ダブル入り見ないので、一発トーナメントでございます。あ、ワンチャンあるね、誰だ、ね。ワンチャ誰でもね、ワンチャンあるです。だから皆さんもね、出ていただければ、もう10万掴んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。まだ、まだまだ全然エントリーありますので、ぜひお願いします。じゃそれでは、魚さん。 はいさかのさんお疲れ様でしたお疲れ様でしたプレイヤーの皆様お疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございましたさかのさんいかがでした今日のね動物会ですがそうですねあのー、やっぱり見どころは二戦目のまあ最後結構プゲラさんが人狼だった時があったじゃないですかあの時結構住んでいる状態だったのでた、ね、何をやっても多分 あのプレイヤーさんに投票が集まる状態だったと思うんですけども、うん、プゲラさんがですね夜時間に諦めないという姿勢を見せて、はい、本当にドブの中に一筋の、ね、あの綺麗な花束が <laughs> い咲いてましたね、咲いてましたね。めちゃくちゃかっけえなと思ったんで、やっぱり <laughs> あの格闘ゲーマーの皆さんね、あのやっぱりプレー、勝負魂というか、まあ、その負けず嫌いというところもあると思うんですけども、はい、まあ最後に諦めないっていう姿勢が、ですね本当にあの視聴者の皆さんの心を打ったのかなと思っておりますので、まあ、2戦目に関しては、まあ、はい、プゲラさんの勝利でいいかなと。 あとはですねんか堂倉さんとかいう方がですねんか像を生み出して魚ルーレットとか言い出してこれダザンさんも魚ルーレットってこれ裏で言ってたんで魚ルーレットってこれずっと言われるんだろうなと思いながらやってるんですけどあれですか らまたら僕は本当エキスパートでゲームマスターとしてやってるのでたまたまハンサムさんのせいですからねこれ1戦目俺がたまたまハンサムさん占い師同じになっててでス佑さんは別に同じじゃないから別に何度も怒らないだろうなと思ったらス佑さんとか言い出すからそういうんか流れができて俺がハンサムさんがス佑さんって言ったから違ってそのス佑さんにしたらおもろいやろうみたいな感じになるから。 ハンサさんせいですからね、本当に。今の試合でもやっぱりなすりつけるって技を覚えたんだなって、ちょっとやったのね。終わったんかよ、なるんじゃないかと思いま終わったんだ、マジ。はい、そんな感じで、今日も楽しくゲームさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ああ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 ああ。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 ああああ。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 あ告知ではないんですあ YouTube の方あですね、チャンネルがおかげさまであともう少しで2万人に来そうなので、あ。ああ。ああ。興味ある方とかですね、あ、主に人狼ゲームとか、 アモンガースとか宇宙人狼とかをやってるんですけども、もし興味ある方がいたらぜひチャンネル登録していただけるともう少しで2万人いきますので、あのー、登録してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。以上す。すごいね。はいおお。おめでとうございます。のはね、じゃあ、えっ、ー、と、今日、本日の MVP を、えー、言いたいと思います。言われた方は指を1本ずつ言っててください。えー、ハンサム・オリカサ1票、フ<お>、えー、ゲラ1票、オース1票、ナルオ1票、 票。なるお一票。MVP 投票も終わっとんな、この村はなる一票。プゲ一票。プゲ一票。で、なるオ一票。ナルオじゃん。あ、本日の MV p はなるオさんに決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、なるおさん、初 MVP? いや、僕一応2回目ですね。あ、ごめんなさい。失礼しました。さすが。 いやどうですかポプケラが3秒で、ナロさん4秒でしたけど。ええ、ああまあ、そこがこの差なんでしょうね。<laughs> <laughs> この差。<laughs> 何の差かわかんないですけど、全然。主語言えや、主語。<laughs> あんゃんね <laughs> いや。ありがとうございます。いますはい、ありがとうございます。ます楽しんで。どうですか、はい、感想は MV になった。 いや、気持ちいいっすね。あ、気持ちいいっすかめちゃくちゃ気持ちいいっすね。やっぱ、そう、覚醒しましたから。そうなんそうっすね。またぜひ、MVP 撮りたいっすね。あ、もちろんそう。3回四回。また出ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。 では、本日の、えぇ、かぐやま人狼、これにて終了したいと思います。え選手の皆さん、え手視聴者の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。じゃあ、俺、なるわにレード送るね。お疲れ様です。僕を、終わっちゃいます。あ、終わっちゃいますかはい。じゃあ、プグラン投げときます。はい。お疲れまでした。 皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。いっぱいね。ありがとうございます。今日ね、あの、僕もね、頑張って、あのー、エキストリーマ帰ります。28日。明日もね、一生懸命やっります。この後はですね、ちょっと休憩しまして、エ、えーペックスやりますんで、休憩は、えー、と放送しません。今からレイドはね、えー、プゲラ投げますので、プゲラの放送見て、ね、いっぱい、 そのね、あのー、ギフト投げてあげてください。ありがとうございます。で、見ていただけください。で、僕、その後、まあ、エーペックスやりますね。エーペックスも見ていただけたらと思います。もう28日頑張って、超放送。あ、いっぱいいただきます。ありがとうございます。ちょっとね、名前ちょっと出せないですけど、今はすごいいっぱい。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい。すごい、ありがとうございます。またね、3月もね、えー、っと、かぐや人狼、えー、やりたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんね、ご協力と、そして、えー、ご支援のほど、えー、よろしくお願いします。あ、いっぱいありがとうございます。 すごい嬉しい。あ、爽快屋さん。これはだけちょっとでで、竹谷崎行ってください。爽快屋ありがとう、ね。竹谷崎。竹谷崎ちょっと行ってください。さすがにね。えー、あとなんだあとなんだあとなんだあ、沼の武士ありがとう。ね、竹谷崎行っとかんとね。ちょっとね、あれですから。竹谷崎。<laughs> そんだけね、応援してくる感謝の気持ちを込めてね。あとはね、ねこんなもんですね。えー、エコーゲンもね、パクってますんで。えー、ありがとうございました。 じゃあ今からね、えー、っと、プギラン投げたいと思います。ありがとうございました。えー、っと、あ、こじこじも、あ、こじこじ、ありがとう。こじさんありがとう。プギラン投げまーす。 じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ僕、えっ、ー、と、30分か1時間ぐらい休憩したら APEC になりますんで、そちらも見てください。お疲れ様でした。ありがとうございました。応援ありがとう。